こんにちは。役どころ、韓国ドラマその年、私たちはで、俳優チェウシクはチェウンというキャラクターを演じています。チェウンは動かない建物や木を描くイラストレーターで、高校時代にドキュメンタリーの主人公となり、初恋の相手であるククヨンスとの別れを経て、10年後に再会します。彼は成功したイラストレーターとして、物静かで夢見がちな性格を持っています。演技の魅力、チェウシクはチェウンのふわふわしたこじらせ男子ぶりを魅力的に表現しています。未練がましくも素直になれない初恋の感情や夢や目標のないのんびりとした性格を繊細に演じ、視聴者を感動させます。彼の切なくも愛らしい演技はキャラクターの内面を深く理解し表現する力強いものとなっています。撮影エピソード、キスシーンの緊張と挑戦。チェウシクはドラマ内のキスシーンについて、キスシーンは緊張するし難しいし恥ずかしいし大変だったと語りました。俳優としての挑戦と緊張感を感じながらも、彼はその難しさに立ち向かっています。自ら描いたイラスト、チェウシクはチェウンのイラストを自ら描いたことを明かしています。彼はイラストレーターの先生に教えを請い練習を積んだそうです。その謙虚な姿勢が役に対する真剣な取り組みを示しています。共演者との仲良しエピソード、チェウシクとキムダミは映画ザ・ウィッチ魔女で共演経験がありますが、その際はあまり会話がなかったそうです。しかしその年、私たちはの撮影中に仲良くなり、楽しい雰囲気で共演できたことを明かしています。キムダミはチェウシクさんはとても優しくて面白くて楽しい方です、一緒に撮影するのがとても楽しいですとコメントしています。その年、私たちははチェウシクの感動的で繊細な演技が光るドラマです。彼のキャラクターへの深い理解と役への真摯な取り組みが視聴者に感動と共感を与えてくれることでしょう。ぜひお楽しみください。チャンネル登録よろしくお願いします。